ガヤトリシースピバクガヤトリチャクラボルティスピバクはインド東部ベンガル出身のアメリカ合衆国の文芸評論家、理論家、比較文学者。コロンビア大学の教員としては最高位のユニバーシティプロフェッサーの地位にあるインドのカルカッタに生まれカルカッタ大学で英文学を学び主席で卒業。1960年代初めに借金をして渡米しコーネル大学で学ぶ。 そこで、ポール・ドマンの指導を受け、イエーツに関する論文を書き英文学の修士号を取得。1976年には、ジャック・デリダのグラマトロジーについてを英訳し、長大な序文をつけたことで注目された。この序文については、賛否両論がある。アメリカ人、タルボット・スピバクと1964年に結婚、1977年に離婚。 その後、マルクス主義やフェミニズム、ポストコロニアル批評の脱構築的読解などを進める。2012年、第28回京都賞思想、芸術部門を受賞。ABHTTPS、スコラーブログス、エモリー、エドゥ、ポストコロニアルスタデス、2014、06、19、スピバクガーアヤトリーチャークリボーティ、HTTPS、 www.neetimes.com 2002-02-09 Arts Creating A Star Forever Sea Goes HTML ありがとうございます。